そうで断ち切るハサミはカバンに入ってるかい絡みつく悪い夢に僕の方が少し先に目覚めただけさ君に見せたいんだ東の空生まれたての夜明けをまだ誰も見たことない第二章僕と僕は恋がしたいんだ。一生共にやっていけるメロディーを鳴らす奴らに。大きな流れに身を任せることは、自分を少しずつ殺していくことになる。曲作りで手なんか抜きたくねえ。自信を持って最高だって言えるものを作りたいんだ。客あってのバンドなんだから、求められるものをやらないのはプロとは言えない。メンバーの俺らが言うのもなんだけど、こいつすげえいい曲書くんだよ。戦い方なんていくらでもある。あんたたちの得意なことを武器にして頑張るしかないんじゃないか。だいぶ響いたよ。ありがとな。別に、僕もボーカリストだから。